皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですここでは夏から行うレックのインプット講座これを徹底比較していこうと思いますそれによって皆さんが自分がどの講座向いているのかぜひこれで感じ取ってくださいまずこの三つの講座端的に一言ずつ言いますと実践力パワーアップ講座これは網羅です次に宅員スターゲット攻略講座 これは集中して演習していくとそれでパーフトローラー講座ハイレベル基準点付近の人があと一歩と言ったところのハイレベルになっていますではもう少し比較していきましょうまず担当する講師が参考技実践力の講義と他の二つで違ってきますで次に 対象となる受験生実践力、えー、パワーアップ講座の方は2年目以降の方が中心です一方パーフェクトローラー講座これは基準点まで行っているある程度そこまであたりまで行っているそこから伸ばすための講座です一方タクインスターゲット攻略講座これはいろんなテキストを持っていて絞り切れていないそういった3年目の方を対象にしています。 では次にどれれらいい点数を取っている人、それが対象かと。実践力の講座の方は卓一でいうと35問中15点から25点程度卓一タ,ターゲット攻略講座の方は20問から30問ちょっとの方一方パーソナルラー講座これは年によって基準点が違いますが仮に基準点を25と設定したんであれば25点以上の方。 こういった方を対象にしています。では3、三、三つの講座。どういう方にお勧めできるかと。まずは実践力パワーアップ講座。これは。去年まで初級講座を受けている。で、今回二回目になるという方。そういう方で。 基礎から応用までちゃんと全部、網羅的に聞きたいと。そういう方にお勧めします。次に、たくにターゲット攻略講座。先ほども言いましたが、3年目以降の方が対象です。でなおかつ、インプットだけ、アウトプットだけでは頭に残らない。一気にいっぱい、2つもやりたいと。そして、論点を絞って勉強したい。 そういうい方におす,すめです一方パーフェクトローラー講座もう対象はあと一歩なんだと基準点付きまでいくんだとあと一歩で受かるんだという方が自分でやりづらいところそこだけ講義を聞きたいんだとそういう方におすすめします。で次はテテキキスストト面面の比較ですテキスト面ですすが ててがちゃんと入っている具体的に言うと法律の用語解説基礎知識基礎論点応用論点概念からしっかりと全部載っているというものを望んでいるのであれば実践力パーーーフェクトローラー講座がいいいと思います一方そういった概念とか基礎知識それも普段のテの適切も,もあるからいいととにかく小さくしてほしいと。 いう方であればタクイスターゲット攻略講座これは基礎知識基礎概念これは取っ払って論点だけに絞っていますでしかもその論点は正答率40%以上の問題それが取れるギリギリのレベルそこまで抑え込んでいますでは次講義で触れる部分講義ではどこを触れるのというと 網羅的に触れるピンポイントピンポイントそんな感じになっています実践力の講座の方ではいわゆる初級講座その初級講座の2回を1回分にまとめてやっています全部の論点をちゃんと触れますなので2年目以降の受験生特に2回目の受験生でまだ知識が不安定だとやらないとポンと抜けてしまうという方におすすめです一方 確ターゲット攻略講座これは引っかかりやすい過去問やまだ出ていない論点そこを中心に説明します一方パーフーストローラー講座に関してはもうご自身ではできないところ自分ではできない論点分野そこに絞っていきます行為能力や失踪宣告は分しかありませんですが仮登記仮処分3時間かけてきます でその後テキストの特徴こちらまず実践力の方ですがこちら実践力のテキストはメインテキストサブテキストこの2つがありますメインテキストで知識でサブの方でイメージや補足などをしていきますまたこちらの実践力の方は他の補助教材などがあっていろんな教材と組み合わせて複合的に学習ができます 次に、タクインターゲット攻略講座。これは、左側のページがアウトプット、右側がそれに対応する図表、インとアウトが一冊になっています。そして、その次なんですが、覚えるべき論点、やらなきゃいけない論点だけに絞っています。一方、パーフトローダー講座。これは基本的にはべての知識が図表でまとまっています。 またその図表も覚えるべき図表と理解だけでいいんだっていう図表がパッと見でわかるようになってます。そしてこの図表集はレックが使用書士指導を始めてから作り上げている図表集です。いろんな横断整理が出ています。次に講義、これはどんなふうに進めていくかと。 実践力の講座これは全科目全分野を網羅的にやっていきますそして基礎からそして応用までしっかりやっていきますそのため一番回数が多くなっています79回です次に卓越タ,ターゲット攻略講座これは講義内でこのページの問題を今解いてくださいと,と指摘しますで解き終わった後に それに関連する図表を使いながらその論点の説明をしていきますその説明の部分は全論点ではなく自分でやりづらい論点過去問に絞りますパーフェクトローラー講座これに関しては自分でやりづらいところと密室だけしかやりませんそのためパーフェクトローラー講座の方これが一番回数が少ない設定になっています 次ですが、講座内でアウトプットがあるかというと、アウトプットがあるのは卓一ターゲットだけです。あとのものについてはインプット、これもメインになってきます。三時間、全部がインプットになっています。講義回数は先ほど触れた通り。通学の回数ですが、実践力は週二回、ターゲットは週原則二回。で、パフェトローダー講座に関しては、昨年、一昨年の講義が。 一気に配信されますなので申し込めばすぐに見られる状態になっています以上がこの三つの講座の比較になっていますただもっと細かい点いろいろあると思いますぜひお問い合わせもしくはレックの各本校に行きお話を聞いてみてください以上で私の動画といたしたいと思います 最後までご視聴ありがとうございました。